ぐっすり眠っている虫少年。よく寝たよく寝た。6時半ぐらいかな？やばいよやばいよやばいよ。タイムリミットの7時から1時間も過ぎてしまった。は、そういえば母ちゃんは一体。あら主ちゃんをそよー。おはようございます。今って何時かな？は、8時。そうね。で、お約束では何時までに起きないといけないんだったの？7時です。あらら、1時間も過ぎちゃった。ってことはあれね。もう終わった。視聴者様、親厳しいエピソード。朝7時までに起きないと、坊主。はい、ちょっと半分冗談なのか、本気でそうなのか、真相はわかりませんが。7時までに起きないと坊主はなかなか過激。先日、親が厳しいあるある茶番をやった主チャンネル。その際に視聴者の皆様に親厳しいエピソードを聞いた結果、なんと1300以上のコメントが、もちろん全部エピソードってわけじゃないですが、皆様、いつも応援やご協力、本当に感謝です。ということで本日はいただいたコメントをもとに、第1回視聴者さん親厳しいエピソード茶番。それでは続き、お楽しみください。ただい、母ちゃん。あら主ちゃんお帰りなさい。ただいま。ずいぶん遅かったのね。門限あるあるだな。過ぎると母ちゃんが恐怖のお出迎え。What time is it now? セブン。なんで英語なのか1ミリも理由わからないが。門限は5時のはずよね。まあ2時間も過ぎたら結構怒るわな。だって、友達もみんなこの時間まで遊んでたし。よそはよそ。うちはうち。こんな感じの親子のやりとりもめっちゃあるある。ってことであんた強罰として。夕食抜きね。そんなー。視聴者様、親厳しいエピソード。門限破ったら、夕食抜き。さあ、次は何やる？どれでもいいね。てか主。どうした？もう夜の8時だけど、お前も家門限とか厳しいんじゃなかった？いいのいいの、あんなクソババア放っておいて。この間なんか門限過ぎたぐらいで夕食抜き。もう従ってられっかっつーの。おー、ブレてますなー。これからは不良主って呼んでくれ。怒りでスーパー母ちゃんになっとる。主よ、今すぐ帰ってこーい。いやー、遊んだ遊んだ。やっとよ遊び最高。門限なんか守ってられっかっつーの。アホ息子、帰宅。ババアはもう寝てるのかな？好都合だぜ。さ、パッと風呂入って自分の部屋に行こうっと。この時主は知る由もなかった。お風呂にとんでもない光景が待ち受けていることを。すまんねえよ。大切な、主の大切なゲーム機が湯船に沈められている。母ちゃん、マジギレだったんだな。視聴者様、親厳しいエピソード。門限破って、ゲームとスマホ、風呂に沈没。ちょっとさすがにこれは辛すぎるでしょ。確かに、ちょっと酷よね。主くんのお母さん。みんな、本当にすまない。どういうことこれは？今ちょうど夕方5時になったので、ここからはママも一緒に行動します。みんなよろぴこ。すまん、主の門限が5時で、5時以降もお祭り楽しみたいならママも行くわってことらしい。なるほど。やべえ、半端ない KY。視聴者様、親厳しいエピソード。友達同士で行く夏祭り。門限以降は母が同伴。これ絶対楽しさ半減。はい、ということで第1回は門限関連ばっかになりましたが、まだまだ思うようなエピソードをたくさんいただいてますので、また次回、お楽しみに。それでは本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。